どうも、すまつりです。今回は建築練習中にこれ使えるなーっていう技を見つけたので、僕より上手なね、視聴者の皆さんに判定をしてもらおうと思います。ただ、すでにやってる人がいる可能性も十分あるので、作った動画が無駄になってもいいように短く作ってます。これ、既存の技だよー。誰々がやってるよーというのがあったらぜひ教えてください。それではどうぞ。まずは見てもらいましょう。打ったら壁階段床屋根よじ登りです。ショットガンを打った後の動作で相手のハイグラを取れる優れものです。打ったら壁階段床屋根よじ登りです。この後の展開もいろんな選択肢があってやりやすいと思います。弱点は基礎が2枚なので脆いことですね。脳内会議で床はいらないんじゃないか説が出ておりますが、今回はスルーでいきます。技の引き出しの一つとしては強いし全然ありだと個人的には思っていますが、上級者の意見が聞きたいところですね。使えそうと思ったら高評価をポチッとなーしてください。チャンネル登録もよろしくどうぞ。